はい。皆様、こんにちは。こんばんは。はい。第3弾。念願のチョコチーノを入れたいと思います。先ほどはね、これね、スタバのキャラメルマキアートを入れて、で、こっちチョコチーノだと思って、ミルク入りのチョコチーノだと思って、これを入れて、ミルクだけになって、ミルクをこの中に入れて、それでも甘くないんで、このね、スーパーに安く売ってるおりごをね、 オリゴ糖を入れてかき混ぜたらちょうど良くなりました。<laughs> でもやっぱり薄いんでね。あの氷入れちゃったんでね。うん。お子様向けかな、みたいなね。はい。できればチョコチーノのミルク入り飲みたい人は、まずこれ入れて。3とか4。これでカップの8分目か7分目ぐらいで、あの7なんで、 だからこっちをう何3とかにして4とかねで入れました仮にでまた今度ちょこちんのに入ってるミルクをまたセットしてでまた全部で7だからまあ3にしてね3とかにしてまた入れるといいと思いますまあその割合ねうん水の割合間違いないどっちも7にして同じカップに入れちゃうと あの溢れますね <laughs> 当たり前で,で水入れるの忘れないでねこれねだ、はいたい満タンでね上限っていうのありますから上限っていうメモリーありますから上限入れてまあ3倍か4倍飲む人は上限まで入れて続きでい入れられますねでも結構ねこのコーヒーメーカーねすんごい時間かかるのかなと思ったらそんなにかかんないんですね 私が昔使った何十年も前に <laughs> ですけど何十年も前に使ったコーヒーメーカーはすごく時間かかってコーヒー飲みたいなと思ってもすぐ飲めなくて結局インスタントコーヒーに戻ったっていうねお湯入れるだけの <laughs> そんなになっちゃいましたねもう石器時代の話してもしょうがないんですけど今はすごいですねこれ水なのに多分すでにもうこう吸い上げられて ここで熱湯なんだね、多分ね。うん。で、あの、最初に言われます、言い忘れましたけど、これね、すすぎ用のカプセル。これ絶対捨てないでね。なぜかというと、こう開けて、最初、すすぎ2回したんです。ここに、こういう風に、まあ、すすぎ用の、これ、捨てないでって説明書にありますけど、こう入れて、セットして、で、これ半分くらい入れるんですって。 まあ、半分ちょっと入ってますけど、多分この中を進むってことだね。うん。カップを進むのは自分ね。な、な、なんだ、どのぐらいだかわかんないけど、進すみすね、毎日じゃなくて。この中を進むってことだね。水垢とか多分ね。で、これを7にして、XL じゃなくて7にして、ここはお湯だね。熱湯だね。 熱湯にしてポチってここを押すとすすぎがすぐ始まりますからねはいでも今はチョコチーノを入れるんではいこのすすぎのを取っちゃってはいこれはミルクさっき入れましたミルクははいこれチョコチーノねネスカフェのドルチェ・グストチョコチーノこれ多分ドルチェ・グストって書いたから西洋のなんだねはい こう入れて。自分でこの、あの、蓋開けないでね。<laughs> 開けちゃダメです。はい。こうやって。入れて。はい。またね。多分この一杯で、7でちょうどいいんだと思います。はい。入れます。はい。で、すぐ出るんだよね。だからもうこの機械の中でね。あ、最初跳ねるのよ、ちょっと。機械の中で、 この中でもうんこれ水をぐるーっと吸い込んで中どうなってるか分かんないんですけど直腸製法になっててこうねでだんだん減ってきますからこれメモリーねこんな感じ途中からは跳ねないから最初だけ跳ねるからちょっとも時間ある人は持ち上げてあげた方がいいかもしれないですねまあでも周りね、あのー、キッチンペーパーとかなんか引いて 汚れてもいいよだったら後で大拭きでつけばあいいですねチョコチーのはいこれ点滅だと終わりってことだねピーとかパーとかプーとか言わないんだね <laughs> まあねうん変なこと言っちゃいましたはーいようやくチョコチーのいただけますやっぱり私はコーヒーよりチョコチーのかなねえいつまでたってもお子ちゃまだからねはいいただきます うんうんココアだちょっと甘めのココア。あいいですね。私、やっぱりこれ抹茶ラテとか、ちょこちい,いのかな好きなのは。コーヒーももちろん好きなんですけど、これ薄くなりすぎちゃったんで。<laughs> あれ薄くはないか。これ一杯で7分目なんだから。あ、氷を入れたから薄くなりました。ああ、これいいですね。 あのココア買おうと思ってね確かにココアってカカオ豆からできててうんココアってカカオ豆だしこれチョコレートだってあのカカオからできてんだもんね元は一緒だよねココアってねあのオーガニックの前買ったんですけどオーガニックの買ってまた結構ね量を使ってあと砂糖も入れないと甘いココアが飲めないんだよね意外とね。 あの、他のメーカーの普通に売ってるココアもあるんですけど、オーガニックのがいいなと思って楽てね、ネットで買ってね、あれしたんですけど、まあこれもね、オーガニックではないと思うんだけど、味が美味しいです。はい。あ、点滅終わった。多分1分ぐらいね、ここ光ってて、うん、休憩してるんですね。<laughs> もう一回。うーん。 こういうこう,いう,うに泡が立ってねムースっていうのかな専門用も分かんないけどね美味しいですあったまります今の季節ね春で微妙なんで暑かったり寒かったり <laughs> やっぱり私にはチョコチーのがありますねよかったチョコチーのがあってこれもねあの壊れなければいつまでも使えると思いますこういう落っ殺さないでねあの多分中も精密機械だから はーい、ちょこちーの美味しいです。今度、抹茶ラテを買おうと思います。はい。これ、おすすめですね。毎日コーヒー飲む人はいいですね。コーヒーとか、ココアとか、ね、抹茶ラテとか、いろいろありますから。はーい、いただきまーす。